後ろはレシーブしやすくなってると思うよ。どうかな、調子にムラのある人だからね。おう、今日はよく見えるぜ。ブロックはクロスを締めてたけど、ストレートの、うん、には目立たせていただきます。まだ一本ぽっちだ。よし来た。スーツどこねえな。しゃあ、ネコマのエース登場。何もかも慌てすぎで力みすぎ。ケンマさん、せめてボールくらいちゃんと見て。ちなみに全部今まで言ってることだから。こういう時のケンマさんは。ナイスだ。カイ、ここいいぞ。ナそんなこと。焦んないで。ナイス。お買い物、お買い物行こう。お買い物。猫間の守備はフロアディフェンスを意識しすぎればブロックに捕まる。なんかクロスダメだ。ていうかクロス打とうと思ってても片一方の調子が著しくいい場合。序盤は結構いい感じの打ってただろうよ。そう、ストレートがすっげ。今のローテはでは何も考えずにクロス。コズメはきっと僕とさんのいるレフト前方を狙っています。ツー、さすが反応早い。今のこのローテが最善。俺も欲しい。アルコ行って買えばいい。打ち切るべし。かっこ吉岡よ、クソが。俺はもっとバシバシ点取って。ネコマはチームワークのチームだから輪を乱しちゃダメだって分かってるんですけど。まあ大事だな、チームって複雑だからな。多分お前が思ってるよりずっと気持ちいいぞ。ケンマ、早く来い。全国制圧。右に同じです。まあこうなるわな。はあ、俺らは要注意はやっぱ大将だな、あいつ。あとは相手に取られなきゃいい話だ。粘りかつ。ダイレクト。次次。すいません、ストレートない。さあ、ちゃんと人を選んで煽ってるな。11番ザル。ザルだな。高千穂すぐる。
ああ腹立つ。もう蛇の首相って昔からあんなんですか。絶対叩き、あ、でも約さんは絶対拾ってくれるじゃないですか。テンション下げすぎ。大丈夫なんじゃない？柴山。はい。光栄はリエフとだけ変わって。今の僕に常にコートに立つだけの価値はない。自分の価値は。たまには首相にもかっこいい仕事させてちょうだいよ。じゃあ一気にこのセットもらう。じゃあジャンプフロート。おい。じゃ負けないんだから。クグリ、やっぱあいつ俺よりうめえよ。そんなことはないっすよね、マサン。そんなことないって言えよ。全国行きの切符、意地でも取ってこいよ。クグリ、セットポイント。お返しだ。11番の後ろから。1番、奇襲としては悪くはないんじゃない。第1セット。触りました。クロス。あの12番を相手に。行け、沼井。すごい盛り上がりだね。あの人が乗せ。届かない。届いても返せない。そんでアウトの主張をする。ねえぞ新鮮で点を取るための手を尽くせ。会場の空気も味方につけろ。でも痛いだけだ。黙らせる。福永。あんた。頼むぞ。終わんねえよ。ナイスレシーブ。おめえ、ワンチ。芝居は。僕、後ろにいるから。え、おお、うん、せえ、俺がいいんだよ。マッチポイント。くそ、うめえな。反応できないボールじゃない。よく見るんだ。よく。なんでし、なんだ俺、分かってんじゃん。チームワークってどっ、文字通りプレーは全部つながっているから。腕ぶん回すんじゃねえ。約さん、おれ。